あ、すげえ。これでハマちゃんが来てくれるわけやね。で、何？どこの部屋に行けばいいのさ。あ、ここ？ほいほい。西館の大広間の鍵を使った。また同じような部屋かな。あ、すげえ。次の部屋に来てみたはいいけど、また二人とも同じ部屋なんですかね。嫌な予感がするだに。お？この館の奥に行けるのは真の一流妖怪のみでございます。一流妖怪？そうでございます。ささ、こちらへどうぞ。ミーが座るだに。最高のおもてなしが。なになに、何をさせられるの？さあさあ、あなた様もお席にどうぞ。俺っちにゃん？一流の妖怪のみ。何が始まるんだろう。本日は一流妖怪の皆様が揃っておられますが、本当に真の一流妖怪か算段するために、格付けチェックを受けていただきます。マジで？お正月恒例みたいな感じ。そんなチェックなんて受けなくても、私は超一流の妖怪執事として。顔。ほ？あなたのランクは。映す価値なし。まだ何も。え、怖い怖い怖い、ウィスパー怖いよ。まだ何も受けてないのに。え、ちょっと、本当に消されてません？消されてるよ、ウィスパー。説明に戻りましょう。この先は声だけの出演になるのね。お二人にはお題に合わせて二つのあるものをお出しします。お出ししたもののうち A と B のどちらが最高級のものなのか、しっかりと当てていただきます。え、それはわかるのか？先にお出しした A の方が最高級のものだと思ったなら。ウサピオン様が奥の部屋に。後にお出しした B の方が最高級のものだと思ったなら、ジバニアン様が奥の部屋にどうぞ。なるほど。なるほどにゃん。結構簡単そうにゃん。ええ。本物の一流妖怪であるならば、正解できて当たり前の問題でございます。それでは準備ができ次第始めさせていただきます。ええ、わからねえわ。じゃあどうよ。妖怪格付けチェック、最初の問題です。準備はできましたかな？準備バッチリ。それでは。妖怪格付けチェック、第1問、スタートでございます。だって自分が受けるんじゃないけんさ。まず最初の格付けチェックは、飲み物、すなわちワイン。ではなく、牛乳による格付けチェックでございます。牛乳？始まってみると意外とドキドキするだに。最高級の絶品牛乳はどちらでしょう。では最初は A の方から。これは運でしかないんじゃないの？なんかヒントあるの？大きな瓶にたっぷりと注がれた牛乳が運ばれてきた。感想を聞いて判断するの？これは、すっごく濃い味だね。感想で判断か。お次は B をどうぞ。あ、しかも一人で二つ飲めるわけじゃない。え？これ普通の牛乳じゃね？見た目が違うやん。この味わい、香り。楽勝にゃん。自信がおありの様子。それでは正解と思う方に切り替えて扉をお入りください。なるほどね。そういう感じか。じゃあ余裕だよ、こっちだよ。ウサピョンが行きまーす。あ、すげえ。これでハマちゃんが来てくれるわけやね。正解。あ、すごい。本当にまんまやん。こっちで間違いないだに。ね。ほら、モニターでお互いの部屋チェックしよりよ。では、運命の分かれ道。結果発表でございます。格付けマスターである私が入った部屋が正解となります。さあ来い。間違いないだに。なーに、心配することはない。こっちが正解なんだからな。ええ、こんな問題、私には簡単すぎたわ。みんなも受け取ったんやね。開けますよ。
一回こう、バタンバタンみたいな感じで開けるんやん。ほら。開けかけて、はい、来たー。うわ、じらすな。めっちゃじらすやん。おー、来た。正解は A でございます。正解だに。うさぴょん、ナイス。ダニャン。おめでとうございます。みんな価値が下がってくよ。扱いが変わってくるよ。一つ目のチェックは問題なくクリアされたようですね。これくらい当たり前だに。これで一流妖怪って認めてくれただに。いいえ、まだでございます。たった一問正解しただけでは真の一流妖怪とは言えません。さあ、次の格付けチェックに参りますよ。何問続くんだ。じゃあ次も妖怪格付けチェック、次の問題です。準備はできましたかな。準備バッチリ。妖怪格付けチェック第2問スタートでございます。お次の格付けチェックは食べ物、すなわちお肉による格付けチェックを行わせていただきます。早く食べたいだに。最高級のシャトーブリアンを当てていただきますよ。シャトーブリアン、よくわからないけど高いお肉を当てればいいだにね。最初は A の方を。ふんふん、こんがりと焼けた大きなお肉が運ばれてきた。なるほど、高そう。デリシャス、おかわりしたいくらいだに。次は、お次は B でございます。熱々の鉄板に乗せられた分厚いお肉が運ばれてきた。これはこっちだろ。どっちも美味しそうだけど、そう、このお肉厚みがあるのにすっごく柔らかいにゃん。厚みが違うよね。めっちゃうまいにゃん。準備はよろしいですかな。これぞシャトーブリアンだと思う方に切り替え、奥の扉にお入りください。さあ、ゴーゴー。間違えた。違うわ。扉の奥へ入る。よーし。なんかジバニャン動かすとか新鮮。さあ、どうだどうだ。あ、すごい。ちゃんと分かれとんやね、部屋。今なんか A の部屋に微妙にウィスパーおったけど。こっちで間違いないにゃん。なんかモニターのすぐ近くに、ぼやーっと。では、運命の分かれ道、結果発表でございます。格付けマスターである私が入った部屋が正解となります。あんなにうまかったんだから絶対こっちにゃん。ま、当然っていうか、どっちが最高かなんて見え見え。一流の妖怪なら一流の目がなくっちゃね。それでは。開けますよ。認めんたちも会話に入れてあげてよ。ほら、薄ぼんやりとおるやろ。A の方に、ウィスパー。映す価値なしでも、ああいう感じで映してくれるのね。優しい妖怪ウォッチ。どうだ？芸能人格付けチェック、本当に映らんもんね。おっしゃ！正解は B でございます。やったにゃん！俺って正解したにゃん！ジバニャンナイスだに。一流アイドルコンタンが間違えるはずないよね。おめでとうございます。もうウィスパーはそれ以下はないけん大丈夫。またまた正解にゃん。一流妖怪の座をキープできたようですね。ですがまだあるにゃん。次が最後でございます。この格付けチェックでも正解したならば、あなた方は真の一流妖怪であるとお認めいたしましょう。うん、3回目だって楽勝にゃん。こうなったら何でも来いだにゃん。よーし、最後の問題、妖怪格付けチェック、ついに最終問題。準備はできましたかな。バッチリ。妖怪格付けチェック最終問題スタートでございます。さあ来い。格付けチェックもこれで最後となりました。長かっただに。最後の格付けチェックは妖怪によるチェックでございます。何？対戦？妖怪だに？
ええ、そうでございます。当てていただくのは最高級の S ランク妖怪。ええ、生ハゲでございます。これは難問だに。どういうこと？では最初は A の方を。え、お皿の上に出てくるの。怖そうな青い面をつけた妖怪が運ばれてきた。ふんふん。で、妖怪も皿の上に乗せるのだに。よね、そこよね。こっちは？お次は B でございます。怖そうな赤い面をつけた妖怪が運ばれてきた。ん、なんかこれ服装が違うよ。ねえ。お前が生ハゲニャン？ジバニャン様、本人に聞くのはルール違反ですぞ。こんなのわかんないニャン。では、生ハゲだと思う方に切り替えて奥の扉にお入りください。よし。こっちで行きます。ててててててて。てさあ、コンタンはいるかな？いないじゃん。一流じゃないじゃん。あ、ウィスパーおる。あ、おった。こっちか。こっちで間違いないだに。うん、最初と同じメンバーじゃない？では、運命の分かれ道、結果発表でございます。ウィスパーは必ず不正解の方にいるんだね。格付けマスターである私が入って兵が正解となります。それはそれでなんかすごい能力やね。間違いないだに。なーに、心配することはない。こっちが正解なんだからな。ええ、こんな問題、私には簡単すぎたわ。お、花子さんとコンタンも一流じゃない？それでは開けますよ。あの二人はきっと学徒的な立場やね。さあ来い。なんかめっちゃ貯めるやん、そっち。来い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 。どうだ？お！正解は A でございます。やったね、全問正解。正解だにー。ウサピョン、ナイスだにゃん。おめでとうございます。イエーイ。さあどうよ、これで文句ないやろ。3連続正解だに。おめでとうございます。あなた方こそ一流妖怪でございます。まあ当然にゃんね。どうもどうも。どうぞこの鍵をお受け取りください。この鍵はあなた方にこそふさわしい。エントランス東の鍵を手に入れた。じゃあ向こうは西か。エントランス西の鍵を手に入れた。これで次に進めるにゃん。それでは真の一流妖怪であるあなた方にはこちらも差し上げましょう。お、なになに？容器の粒を手に入れた。おお、ありがとう。嬉しいだに。二人ともお疲れ様。これで次に進めるね。だね。ウィスパーはいつまで透けてるんだ。あれ、そういえば何か忘れてるような。私ってばいつまで消えたものなんでしょうか。あ、消えてるんだあれ。そういえば映す価値ないって言われてましたね。別にそのままでもいいにゃ。いいわけねえだろ。あ、戻りました。私のこと見えてるデビス。格付けチェックが終わったから元に戻ったらにね。はぁ、このままだったらどうしようかと思っちゃいましたよ。よかったね。それじゃあ改めて次の部屋にレッツゴーゴーゴー。こっちか。次の部屋。まだ部屋があるんか。エントランス西の鍵を使った。おお、合流できた。ようやく合流できたね。ここまで長かったですね。合流できたのはいいにゃんが、マックがいないにゃん。ずっと外かな。もしかしたら外で待ってるのかもしれませんな。一度外に出てみるのもありかもしれませんね。そこで何をしているでござる。誰？半蔵？服部半蔵？屋敷が騒がしいと思ったら、くせ者がいたでござるか。うっひょー。悪役っぽい悪役出てきた。
あ、悪役って決めつけるのはどうかと。いやいや、ケイタ君、あの顔を見てくださいよ。あれは絶対悪者の顔ですって。何が目的かは知らんでござるが、面倒なことになる前に消させてもらうでござる。え？待って待って、いきなりバトルっすか。いざ覚悟。ウィスパーのいやーって感じが。半蔵が現れた。お、一人やね。よっしゃ、やっつけてやりよう。さあ、来い来い。ん？何？結べてなかった？竜巻の術、やめてよ。チャージ完了。百裂肉球。にゃ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 。こいつ結構強いぞ。さあ来い、次。ああダメだ、こうか。そしてえ、どうだ、こうか。方向が。チャージ完了。強いぞこいつ。マッハ飛竜拳。てかちょっと狙っとこう、反動。そしてちょっと大江戸忍者パンダつなげろー。あーちょっと間違えた、余計なものを。これでチャージ完了。え、やっつけたの？何、体力少なかったの？あいつなんかそんなに攻撃ねえ、大した攻撃できんなって思いよったんやけど。ふん、なかなかやるでござるな。それだけの実力があるならば。ごちゃごちゃ何言ってるにゃん。なになに、先ほどの少年といい、もう少し様子を見るのも一興か。お、マック中に入ってきとん？拙者は様子を見させてもらうでござる。ぽいね。行っちゃった。少年って、もしかしてマックのことですかね。屋敷の中にいるだに？まだ2階は見てないだに。よーし、じゃあ2階に行ってみよっか。お、なんだ？何か音がしない？ 2 階の方から。え、怖い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 、何怖っ。いや、怖すぎなんですけど、誰？なんかやばいにゃん、隠れるにゃん。え、妖怪これ。ええー。あら？おかしいわね。誰かの声がしたと思ったけど、あれ？ドロシー。ちょ、なぜそんな格好で降りてきた？怖すぎや。ええー、なに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 、普通に歩いて？もしかしてあれ人じゃなかったとか？ね、すごい育ちのいいお嬢様って感じやなって思いよったのに怖いんだけど。だに。なんだったんだに？とりあえず普通じゃないことだけは確かでウィス。おや？もしかしてあの子って妖怪に取り憑かれてるとか？ならマックがエイリアンって言ってたのはあのことだに？どうしよっか。さっきの悪役は少年って言ってましたよね。マクかもしれないにゃ。ってことはこれはやっぱり探しに行くパターンですよね。さっきのを見て2階に行くんでおいす？大丈夫ですって。とりあえずあの部屋には行かないように。2階の部屋も廊下が左右に分かれてるみたいですし。なるほどにゃ、まずは右の廊下に行くにゃんね。確かに、それだったら見つからないでいけるかな。あの部屋は寝室かな。とりあえず、恐ろしいね。とりあえず、めちゃくちゃ恐ろしいね。こっちから行こう。こっちの部屋には恐ろしい奴はおらんのやろうか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。